今日はタピオカミルクティーを飲みます。タピオカミルクティーってね、まあ一時ブームやったんですけど、俺ほんまブームの遥か前から飲んでて、でだからこそブーム後も飲んでるんやけど、ね、うん、まあその俺の中ではまあ日常というか、なんか勝手にブームになって勝手に終わっただけで飲み続けてるんですけど、じゃあそれをね、いつものごとく、作りたいと思います。用意するものタピオカ、これキャッサバ芋から作られてるっていうのはね、コモンセンスなんですけども、これね、よくまあ大体黒糖混ぜたやつとかブラックパールって呼ばれるものが多いんですけど、まあ俺はなんかホワイトパールが好きやねんな、なんか、うん、そう、結構ね、大体ブラックやと思うんですけども、あとよくコンストとかに置かれてるなんかタピオカのミルクティーみたいなのありますけど、あれはね、実はね、こんにゃくで偽物なんですね。なんかイミテーションというか、あれはちょっとイミテーションパールなんですね、あれは。まあそれはそれでね、美味しいんですけども、ここの紅茶、まあ俺は普段はスリランカとかイランのチャイをね、輸入したやつ使ってるんですけどまあ俺ほんまになんやろ、愛知九博行ってイラン館でチャイ飲んでから、あれが多分中1かぐらいかな、そっからもうチャイハマっててスパイスチャイ、マサラチャイとかハマってまして、午後の紅茶って俺タイトルが好きで、午後の紅茶ってほんまにカスタマージャーニーマップがちゃんと描けてる商品やと思う、うん、ちゃんとこう絞れてるというか考え方としては、まあ朝専用モーニングショットに近いというか、それはコーヒーでこっちが紅茶みたいな、だからうまいね、そういうのはしっかりカスタマージャーニーマップが描けてると思ってます。じゃあ作っていきます。このまま2700秒、待ちます。じゃあね、2700秒ちょっと有効活用したいんで、ちょっとその間にね、書籍の方、読みます。ちょっとね、絵本をね、これまあ普通に読んだら全然時間かかんないんですけど、あえて深入りするために2700秒で時間かけて文字一つ一つを噛み締めるように読みます。ページしか行かなかった。なるほど。驚いて目開けたんか。続きがね、ちょっと気になります。あ、だいぶいいと思います。ちょっと芯が残ってんのが食感があって、アナロジーで考えたらパスタのアルデンテみたいなもんです。じゃあこれね、ちょっと中日の二遊間。ちょっと行って、あれ、ちゃおう、洗い場や、すいません、ちょっと荒木選手と井端選手が、二遊間守ってたものですから、ちょっと間違っ、洗い場やね、はい、洗い場、すいません。俺、いつもこのワイングラス行くんで。結構な量入れます。いいね。いただきます。
いや、ベリーウマーバー。うまいね。見た目もいいしね、まず。ほんで、あと、もちしてて、本当に、すごい食感がいいです。うん。いや、美味しいね。いや、これほんま、フレディ・ウマーキュリーのタピオカかやね。おいしいっす、タピオカか、タピオググー。いやーほんま。確実にそうやわ、ほんま。ほんまにうまいし、エアジ。うまんつエアジ、バンドエイジ。ゆで卵でした。ゆで卵先生、ちょっとこれ掃除機の話、ダイソンってめっちゃいいよねって言ってましたけど、正直な話みたいに言わんといてください。頼みます。ごちそうさまでした。